アレクサンドル・ブロツキー、アレクサンドル・ブロツキー長くペーパーアーキテクトとして活動したロシア人建築家。モスクワ生まれ、ユダヤ系ロシア人でエッチングで提案するのを得意とする。モスクワでは名の知られたアーティストであったためこのエッチング技術は父譲りとも言われている。アレキサンドルの父僧、1923から1982もロシアの建築家。 アーティストで本のイラストレーターとして広く知られた存在である。1978年にモスクワ建築大学を卒業し、ホードル美術館勤務。1979年から1981年、国立芸術劇場に勤める。あと、父親の後を継ぐ形で、モスクワのアトリエで活動。同級生のイリアウトキンと共に、ワンデリングタートル。 あるガラスの塔などの幻想的な作品を発表し、1980年代には数多くの国際建築設計競技に入賞。ペーパーアーキテクトとしては世界的に知名度は高い。ペレストロイカ以降から実作も手掛ける。実作としてはサンクトペテルブルクのカフェアトリウムなど代表作である。ありがとうございます。